朝倉未来が友人でもあるプロボクサーの那須川天心に、朝来人産後から続く、心身の不調を打ち明けた。映像、那須川天心が異変を指摘、朝倉未来の様子26日、朝倉未来の YouTube チャンネルにて最新回が更新。那須川天心と不仲になりましたと題された内容は、 10月14日にボクシング初タイトルマッチが決まったナスカワ天心との1時間30分近くに及ぶトークが収められていた。朝倉は引退をかけて平本蓮と戦った、雷神さんで TKO 負けを喫して、一旦は、としつつも引退を表明。その後は、ブレイキングダウン、ダークアイドルなどのプロデューサー業、プライベートでは引き続き練習、そしてサウナに週3回行くなど、 充実した時間を過ごせているようだ。だが、そんな朝倉の話す顔を見てナスカワが、てか、全然、戻ってない、ですねと突如口にする。体重あんま増えてなくないすかと、減量前の体型に戻っていない様子を疑問に思うと、朝倉は、全然増えてない。試合後のショックで、うつ病になっちゃって、食事が通らないと告白。え、とナスカワが笑いながらも驚くと、 食事が喉を通らなくて、今は72キロぐらいしかない。試合の当日よりちょっと軽い。やばいよねと説明する。朝倉自身、動画内で、うつ病に関する言及はそれまでだっただけに審議のほどは不明だが、相当なプレッシャーがあっただけに、以前のような生活を取り戻すのはまだ先になるのだろう。そんな二人のやりとりを見て、YouTube のコメント欄では、 元気な姿を見せてくれるから安心してたけど、やっぱりそう簡単に気持ちは切り替わらないですよね。周りのサポートで早くメンタル復活してほしいな、といった心配の声が多く見られた。